スーパー GT 第6戦鈴鹿決勝終わりました、応援していただいた方々には大変申し訳ないですけれども、ちょっとあの原因不明の、パンクのトラブルが、続発いたしまして、関口選手の時に2回かなで僕の時に1回なんですけれどもスプーン入り口で、ブレーキングの寸前にパンクして車をコントロールできず、クラッシュさせてしまいました、本当にチーム皆さんに申し訳なく思いますがちょっとあの突然のトラブルかわしきれなかった部分で多少許してもらいたいなと思います、今回この鈴鹿に対してですねいろいろ今までの課題を、見てですね車の変更、タイヤの変更等を加え鈴鹿に挑んだんですけれどもやっぱり1000キロという長丁場の中でなかなか難しかったかなと思います。まあチームもそうですし、横浜タイヤもそうですけど、攻めて攻めて攻めて、トップグループに追いつくためにいろんなことをトライしているの結果です。言い訳にはなりますけれども、こういう時を乗り越え、上が目指せるのかなと思ってますので、それを信じてこれからも頑張りたいと思います。何よりも暑い中、鈴鹿に応援に来ていただき、ファンの方々に対して、完璧に走れず、申し訳なく思いますが、毎回言うことですけれども次のレースに向けてしっかりやりたいなと思います。トラブル、パンクの原因はですねこれからチーム、タイヤメーカーがですね、今日の車タイヤを持ち帰り、原因を究明し、次のレースに挑みますし、それに対して、さらにいいものができるように精一杯頑張っていきたいなと思いますので引き続き応援よろしくお願いします。僕が、クラッシュして、その修復に、かなりの時間を要したんですけどその間メカニックはしっかり車を直してくれて、その後何回か、コースに戻ったりピットインしたりしたんですけれども、その時の状況を説明すると、実はこの車はこのまま、船に積み、次戦タイに向けて出発します。タイ金曜日走り出すんですけれども金曜日がこの車クラッシュした後でまともに走るかどうかわからないまま走るよりかは今ここで修理して、鈴鹿サーキットを走ることによって、車のフィーリングをつかみたかったことと、故障箇所がないかっていうチェックとあと何週か、何スティントが何アウティングかを使ってですね、セッティングの変更をして、最近ないテストをテストが少ない部分もありますので、セッティングを試して次のタイに挑みたいなということで走りました。で、最後の最後はですね、ファンの方々もおられるということでですねチェッカーだけを受けるためにピットから出たんですけれども、次戦タイはですね、きちっとした形でチェッカーを受けていい成績が出るように頑張りたいと思いますので引き続き応援よろしくお願いします。ちょっとまっすぐスプーン行って首が痛いですけれどもなんとか次までに直して、タイに挑みたいと思います。本日応援ありがとうございました。チャンネル11をご覧の皆さんどうもいつもありがとうございます。最新の情報を見るためには下の赤いボタンです、登録ボタンを押してください。最新の情報をあなたにお届けします。どうぞよろしくお願いします。チャンネル11登録してね。チャンネル11登録してね。